Messi.攻撃ムードに水を差す形になってしまいました。このパスミスは非常に痛い。スローインに変わります。リンデゴーはシュチュール・エレガード、これはフリーキックとなります。キャッチします。ボールの激しい奪い合いです。スルナ、メッシ、で主審が試合を止めます。ポストに当たる。別の角度からの映像です。前半終了して0対0、両チーム。後半の45分始まります。副審がコーナーフラッグを指します。入るか。ここは押し出します。ピュー、がっちりキャッチです。このボールは外に出てスローインでの再開となります。視野が
広い。このボールを奪います。亀に止めた。ボールが転がる。これはもう大きいですよ。こういうプレーはチャンスを引き寄せますから、次につなぎたいですね。外に出てゴールキックです。ウスタリ、スローインで試合が再開となります。生きています。タッチラインを割りスローインです。シュチュール・エレガード、ひとまず前に出しました。ユスタリ、さあスローインでの再開です。シュール・エレガード、しっかりキャッチ。スローインからゲームは再開です。コーナーからゲームは再開です。ヘッドは浮いてしまいました。頑張ったんですが、ちょっとボールが高かったですね。チャンスを無駄にしてしまいました。これはもったいないプレーでしたね。タッチを割ってスローイン。画面にヘッドで渡します。ここでシュート、ゴールが決まった。決してパワフルというわけではないのですが、
落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。後半になってようやく試合が動き始めました。一人選手がピッチに倒れています。肉離れでしょうか。味方を有効に使いたい。今度はボールを取りました。素早く反論されましたね。もったいない形でボールを渡してしまいました。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。ドリブルで持ち込もうとしますが明らかファールです。このプレーはどうでしょう。ウスタリ、選手が一人倒れていますね。肉離れでも起こしたのでしょうか。タッチラインを割りました。スローインです。コーナーからのキックとなります。これで1点リードです。ゴールシーンの映像をご覧ください。ロングシュートでゴール左を狙いました。ここは押し出します。これはコーナーキックです。リードを広げるチャンスです。両チームのコーナーキック数が表示されています。このボールはゴールキックに変わります。スチュール・エレガード、ピュー、このボールはキーパーへ。テッティ、パスは通りません。ディフェンスにカットされました。キープか追加点か、選択はどっちだ。コーナー失敗です。